これはあの2年ちょっと前にほんまにあった話なんですけど、あの、まあ、毎日のようにうちに来てあるお客さんがいまして、で、まあ、そのお客さんが2週間ぐらいちょっと音信不通だということになりまして、でその講座のホストが、まあ、何回電話しても出ないと。でそれで2、3日経ってまた電話してみたんですよ。でそしたらその人のお父さんが出張って、で、あの、まあ、ちょっと仮名を使いますけども、サーちゃんっていう女の子として、まあ、そのサーちゃんはあのちょっと死にましたと。 家でちょっと一人倒れてて、で警察から電話かかってきて死ねますっていうのを僕聞いたんですね。その講座の子は聞いたんです。で死因は肺炎だということで亡くなりはったんですけど、まあ本当になんかかわいそうだなっていう感じで、まあ、その時はねすごくこう複雑な気持ちだったんですけど、あのまあその大和くんですね、大和くんはなんかずっと咳が止まらないってずっと言ってて、そんなのが亡くなった頃から、で病院に行ったらあのちょっとレントゲン取りましょうってなって、でレントゲン取ったら肺にあの黒い影があると。で結局結核っていう病気やったんですけど、それからも2ヶ月入院して、で2年間も薬飲まなくちゃいけない羽目になって、でその死んだサーちゃんは肺炎だったんですけど、多分サーちゃん結核やったんじゃないんかなと。でこんな話があるんですよっていうのを VIP ルームで僕がその自分のお客さんに話してる時に、あの VIP ルームのドアがねギーって開いたんです。で誰か来たのかなと思って、でパッと見たら誰もいないと。で通路側にいたホストとお客さんに今誰か通ったって言ったら誰も通ってない、まあ、サーちゃん来たんちゃうみたいな、サーちゃんが開けたんちゃうみたいな言うてたんですよ。でもまあまあ怖いなっていうぐらいの感じで住んでて、あの、まあ、そんなおるわけないしなみたいな、サーちゃんもう来るなら来いよみたいな、ちょっとからかった感じで僕らもねこう煽って喋ってたら、その1時間後ぐらいにVIP ルームの強化ガラスが急にバーンって割れて、で粉々になって、あ、これは怒らしたんかなみたいな、はい、そんなことがありますんで、ぜひうちのVIP ルーム右側入ってください。怖いでしょ、ここまでの話です。